さあ今日はけんちゃんのゆうカフェでございます。ゆったりした気持ちでいろんな話をしていきましょうね。やすこちゃん、はい、ね、じゃあスタートでございます。スタートやったー。お疲れ様でーす。紅茶とコーヒーで。紅茶とコーヒーで、うん、あー最高。いやー嬉しいね。おいしい。もうこの配信日はね、なんか10月の下旬ということでね、はい、けんちゃんのゆるカフェもね、今日はなんかこうハロウィン仕様に。あ、確かに。本当だ。後ろ見てくださいこれ、可愛らしい。ハロウィンだからなんだ、うん、ハロウィンとか家でやったりする？やりません。やんない。はい、嘘。全くやった。やんないんだ。トリックオアみたいな。やりましたね。トリックオアトリー、ね、トリックオアトリーとか。へー、俺やるんだよ。あ、そうなんですか。ちゃんとですか。やってるよ。え、かぼちゃ置いたりとかですか、家で。うん。玄関のところに、はい、クモの巣とか貼ってるもん。そんな全くしません。嘘。本当です。やんないんだ。はい、あのなんかあんま興味がありません。イベントごと好きじゃないの。いや、なんか気づいたら終わってることが多いですね。クリスマスは。バレンタイン、クリスマスもそうですし、バレンタインもそうですし。あ、全く俺と正月とかも真逆の人間なんだな。気づいたら、あ、そういうのちゃんとやるタイプですか。ちゃんとやる。へぇ、毎年集めてんだよ、クリスマスのオーナメントとかも。へぇ、海外とかだった。すいません、マスターお菓子お願いします。はいよ。そういうの全く興味ないんでしょ。全然興味ないです。なんかわー綺麗とかないわけ。ないです。ないの。みんな寒いのに盛り上がってるなって。そんな冷めてんの。そんな。あれ、これなんですか、美味しそう。そう、何個もあるけど、今日そんなに人数いたっけ。3つ食べ比べてほしいのよ。はい、これはですね、視聴者の方からのおすすめ、ケンズカフェ東京総本店さんの特選ガトーショコラ。世界最高峰のチョコレート職人が特別に調合したチョコレートを使用しているんですが、うん、常温で食べるとテリーヌショコラ、冷やすと生チョコ感覚、レンジで軽く温めるとフォンダンショコラのようないろんな美味しさが楽しめるという一品なんです。面白い。ピンクのお皿の、それがね、冷やしたものです。いただきます。あ、本当だ。あ、美味しい。美味しいですか。うまい。うまっ。はい、とろけますね。いいね。うん。そしてこのグレーのちょっとビターで美味しい白っぽいお皿のが常温、柔らかいね。あ、とろっとしてる。うん。これはテリーヌショコラ。うわ、美味しい。あ、うまい、うまい、うまい。うまいい感じ。とろける。あ、うまい。ちょっと苦味もあって美味しい。常温は柔らかいんだね、深みがあって。で、この常温のやつをレンジで温めるとフォンダンショコラのようになる。あ、あ、あったかい。ほんとだ。あ、とろける。こんな違うんだね。違う？うまっ。あ、でも一番あったかいのが好きかもしれない。うん、おいしい。一人でさ、いろんな食べさせ方させてくれるんじゃない。ほんとだ、ね、うわ、うまっ。このお菓子紹介してくださった視聴者の方ね、うん、この番組にね、もうね、14件もスイーツをおすすめしてくれてます。マジで。すごいよ。すごい、業者さんじゃん。いや、業者さんじゃない。業者さんじゃないけど、これを2人に食べてもらいたいって。しかもこれ、名前がケンズカフェ。そう、三宅さんのことを思って選んだじゃないですか。え、本当に、うん、それは分かりませんけど。ケンつながりでもしかしたら選ばれてるのかもしれない。あれ、今クリスマスの話だね。ヤスポちゃんはさ、クリー持ってんの。クリスマスツリーはまだ買ったこともないです。嘘。一回もないですね。全然なんか自分家でさ、クリスマスをツリーをさ飾ってオーナメントとかやりたいみたいなないの。はい、一回も持ったことない。それメルヘンの気持ちないの。ないです。でも山口県生まれなんですけど、うん、山口県の山口市は日本で一番最初にクリスマスが行われた市で、そこが発祥なんですよ。そのキリストの方が来て、そこで初めて山口市でクリスマスが行われて、それが全国に行ったんですけど、だから山口市は12月はクリスマス市って言われるようになってるんですけど。そんな盛り上がってるところなのに、はい、あ、全然興味ないんですよ。興味ないんだ。イブとクリスマス、うん、もう2日ありますよね。あれもよく分かりません。24が何ですか。イブ。25は。25はクリスマス。それはどっちもクリスマスなんですか。説明してあげてください。だから全員やってことで。あ、キリストの誕生日の全員。へえ。24が全員やか。うん、そうです。まあでも人の誕生日祝ってるってことよ。そうだよ。そうですよね。おお、なんか落ちてきた。何、ほら、鶴が。あ、本当だ。ハロウィンの鶴が落ちてきた。まあここに入れててもそんな変わらんから。
明太子は ないんだ、楽しんでほしいよ。本当です。クリスマスを、クリスマスチキン買ったりとかさ、クリスマスの次の日ぐらいの割引のチキンは買いますでも当日は買わないです。その日に買ってよ。俺はチキンをね買うんだよ、うん、よく行ってるカフェでチキン買って。カフェで買うんですか、うん、お腹に余裕があったらケンタッキーも買って、チキンの食べ比べとかしちゃってさ。そうしない、しないよ本当に分かんない、ただの日って思っちゃうんだよな。嘘、クリスマスワクワクするじゃん。ねえねえ、知ってる、今年は12月24日火曜日なんですよ。ほう、だからケンちゃんの食卓でクリスマスやりますよ。おお、ちょうど、あ、クリスマス会じゃやろうよ。おお、いいよな。家にさ180センチぐらいのツリーがあってさ、はい、それを一人でさいつも出して飾ってんだけどさ、すっげえ大変なんだよ後片付けとか。はい、うん、でそんな疲れてまでしたいんですか、クリスマスだ。はい、クリスマスカウントダウン期間中はずっとクリスマスソングが家の中で流れてるわけよ。お店みたいなことをされてるんですね、うんうん、そういう人もいるんですね。そういう人もいるんですね全然わからない。あ、そう、いや意外とおもちゃサンドとか好きだよ。あのクリスマスっぽくなるんですか。もちろんイルミネーションあるんだけど、うんうんうん、あのお正月の、はい、おもちサンドが好きだよ、うん、どんな感じですか。三が日ぐらいまで、うん、それにイルミネーションの撤収をまだ行ってないから、イルミネーションと、はい、日の丸と、おそうかそうか、いろいろが混合してるんだ。明治神宮が近くだから近いから、あと提灯と合体しちゃってて、なんかそれがいい、ね、日本人のご都合主義な感じがすごい、うん、象徴としてて面白いなって、うん、確かにそうじゃなくて面白くない。志の輔さんの落語で言ってたもん、神様だってね、何と思ってるかって、日本人はあのすごく都合がいいと、うん、で24とか25にクリスマスをお祝いして、うん、かと思ったら数日後、ね、年末になって年明けたらあの神社行って今年もどうかよろしくお願いしますって、で神頼みしてて、はい、もう現金すぎるとっていう話を神様からも、あいつは都合いいなって思ってんじゃねえかっていう枕だと。なるほど、僕はね、確かに、うん、確かにね。えイルミネーションとかこう、まあ暇はないだろうけど、イルミネーションもなんか地元でなんか行ったことあります。でもイルミネーションに対しても電気だしなと思っちゃう、結構あのイルミネーション見にさ、はい、もうあちこち巡ってる人たちいっぱいいるんだよ。そうだよ、そうですよね。その気持ちは分かんないんだ。いや分かんない、自然の景色、夕焼けが沈む時、はい、わ自然だ、これはもう一度も同じ景色はないぞと思って感動して写真撮るんですけ ど、 イルミネーション見てもあたくさんの電球だと思っちゃうんですよねあいっぱいで、いやいやいや、このスイッチ一つで同じ情景になるじゃないですか、イルミネーション綺麗、うんうん、だなと思うんですけど、そこまで、そうなんだ。なんか何でも共通点が多かったのに、ここはもうバッツリ分かれてる。食べてる方とやっぱちゃんと楽しむ方。どうしてんのじゃあ冬は。冬どうしてるかあのいつもと変わらない日常。お正月は、お正月カウントダウンとかワクワクしない。全く全くお、あ多分お正月ずっと寝てる気がします、ここ5年ぐらい。あ、でもお正月仕事してんの。仕事してます。4時3時ぐらいからもうテレビ局行かなきゃいけないんで、カウントダウンの時は寝てる気がしますね。あ、年末、はい、でそれでそのお正月大体何時に終わるの、元日日またいじゃったりとかします。なんかやってた気がします、去年とかは。それやっぱ仕事のせいだよ本当ですか。なんかほら初日の出見に行くとかないわけ、はい、いや思ったこともないですし、思ったこともないの何をそんな面倒くさいこと思ってるんだけど。初日の出見に行くタイプですか。見に行く、あの例えば富士田とかなんとかその名所に。いやいや、あの都内で毎年そのほらカウントダウンみたいなのやってたから、その後になんかこうなんていうのお参りみたいなの行って、だいたい終わるのが4時ぐらい。そっから、迷うわけよ、寝るか、はいはい、起きてるか。でも初日の出を拝んで寝た時はだいたいその後またなんかテンション上がって初日の出見て、そのまんまビュッフェみたいなとこ行ってご飯食べようって友達を食べて、でやっぱだんだん眠くなってきて11時ぐらい前に寝て、気づいたら夜なわけ、夕方最悪の気持ちになった時もう1日の半分終わってるじゃんっていう目覚めみたいな全くだな。ない。初詣だけは行きます。